の博物館の常設展示ではですね、沖縄の自然歴史文化につきまして総合的な展示を行っています。で、沖縄といいますと非常に古い時代からですね、人が住んでいた地域なわけですけれども、そういう人が沖縄の島にやってきた時代からですね、その後、貝塚時代とかグスク時代を経て、琉球王国時代、そして琉球王国以後のですね、歴史まで含めた総合的な展示を、こちらで行っているということになります。博物館の方では常設展ですとか企画展特別展を通して実際のこの沖縄の歴史的な資料ですとかあとヤンバルの生き物たちの剥製とかですねそういう実物資料を見ることができるそういう展示会を開催しています。コレクション展は当館で所蔵している沖縄あるいは沖縄で生まれて海外で活躍したり沖縄をルーツに持ったりする沖縄ゆかりの作家の方の作品を主に展示しています。美術館の魅力は本物の作品が展示してあるということです。本物でしかわからない色彩であったり作家の息遣いあるいは作品にかけた情熱などが感じられるそこが魅力です。触れ合い体験室では触って聞いて見てそして匂いを嗅ぐこの五感で楽しめるキットなんですね。その絵らに触れることによって沖縄の歴史や文化そして芸術に深く触れることができるところだと思います。ガイドツアーは大きく分けて2つの種類があります。一つは学芸員がやるガイドツアーそしてボランティアがやるガイドツアーです。学芸員が行うツアーはバックヤードツアーと展示室のツアーがあります。10万点ある資料の中からそれぞれの分野の専門的なお話を聞くことができるそして展示の魅力を知ることができるツアーです。ボランティアの方々がやってくださるツアーというのは大人から子どもまでそれぞれに楽しむことができるそんなツアーです。学芸の仕事はいろいろありまして一つは調査研究ですね。博物館に収蔵されている資料に関する、情報の収集とかですね、あと、そういう資料、その資料がどういうものであるかということを、調べたりするそういう調査研究の仕事が一つあります。私は人類学担当の学芸員なんですけれども、人類学の分野ではですね、発掘調査を主にやっておりまして、そこからですね、古い時代の人骨とか当時の人々が使っていた道具とかですね、そういうものを発掘調査して、それを整理研究する、そういう仕事をやっております。で、それ以外にも保存修復ですね、博物館に収蔵されている資料を、長く引き継いで受け継いでいくために資料の保存修復も非常に重要な仕事になっています。美術作品っていうのは壊れたらもう二度とその描かれた当時の状態には戻らないのでこれはもう複製もできないし、いわゆるコピーとかも作れない。これはもう一点物、うちにある作品は本物でその作家がその時代にしか作れなかったっていう非常に貴重なものですのでこれを保存して後世につなぐっていうのが美術館の大きな使命の一つです。そういう貴重な資料を博物館美術館はこれから未来の世代に伝えていくと未来のために残していく役割を担っています。